こんにちは。今年のね最後のプレシーズンマッチですね。今日はホームで、プレーします。で、僕は初めてかな、この自分のチームのスタジアムで試合するのは初めてですし、練習ではほとんどもうあのグラウンドコンディション悪くなっちゃうから使わせてくれないので、ワクワクしてますし楽しみな気持ちです。ラシンサンタンデールって言って、今トップチームはセグンダかな、にいるチームの B チーム、カンタブリアっていう地域の中では、まあ、一番トップの、ねクラブですし、13歳以下だったら若い選手が多いと思うんですけど、まあ、同じカテゴリーで、リーグでもやる相手ですし、勝てるようにトライしていないと思います。まあ、僕としても初めてセグンダベイのチームと、もうセグンダレフのチームとやりますし、しっかりと、まあ、センターバックであったりとか左の、ね、サイドバックだったりとか3バックのところでも、ね、自分の思ってるものポテンシャルをしっかり発揮できるように、ね、やっていきたいなと思います。しっかり自分に自信を持って一個一個プレーしたいなと思いますし、自分のいいところをね、コミュニケーションのところであったりとか、左足右足両方で蹴るの、ね、その精度だったり1対1のところだったりとか、存分に自分の、ね、いいところを出してやっていきたいなと、まあ、そんな感じで今日の人とドリフにしようと思いますし、なんかね勝てるよ思い出と思います。ではまた。